ークキングの剣貫突したらすごいことになったぞはい、おはようございます。ようやく銀河の剣を引けたチーム手巻き TV です。いやー、昨日の動画高評価いっぱいありがとうございました。神引きをね、皆さんも共に喜んでくれて嬉しく思います。めちゃくちゃ引いた結果、なんと地獄のような状態から武器がちょうど期待値ぐらいまで戻りました。これでもまだちょっと武器が引き弱っていうのがね、びっくりするんですけど、まあそれだけ今まで地獄だったんですよ。ただ一気に急上昇して今日です。ということで今日からね、また目標の武器11本に向けてガチャさらに引いていきたいんですが、その前に貫突を作ったということで、とんでもないパーティーが完成しました。はい、14章の、最適狩りパーティーですね。こちらになります。円月輪貫突、銀河の剣貫突、そしてメタルキングの剣貫突、プニプニ肉球ロット貫突。こちらのパーティーはですね、ズボラの私向きで、これ14章の狩りで出しても最適ですし、今後どういったボスが来ても基本的にこれ出していけるぐらいの強さになっています。ということで、まあ、ボス戦が来たらですね、まあ、この妖精の円月輪でバフをかけまくって、そしてこの銀河の剣で超気合ためとか、あと限界を超越する、あの攻撃力が3段階バフかかるやつとかにして、このプニプニ肉ギロットでバイキルトかけて、守護天使が応援をして、ズバンと銀河の剣で覇王山撃てば、10万、20万、30万、40万、50万、60万ダメージが出ると、もうボス戦はもうこのパーティーで全部いける上に、このパーティーでそのまま14章も最適狩りができるという、個人的にね、超課金してよかったと思えるところまでようやくたどり着きました。妖精の円月輪からの銀河の剣、なんとこの2本で14章の敵キャラクター、めったに見かけない枠とあまり見かけない枠の2体以外のモンスターがすべてほぼ確殺です。ほぼ確殺、貫突しないと足りないキャラがいるんですよね。銀河の剣を貫突しないと影の騎士がやはり削りきれないんですよ。あのね、バギ弱点だらけの14章でバギ耐性持ってるあいつ。あいつについては銀河の剣貫突、そしてですね、心に血染めの魔剣の、ゾンビ特攻とつけることで足りるんですよね。まあ、さらに、それだけで油断しちゃいけないのが、バフ武器だから、妖精の円月輪は貫突しなくていいだろって意見結構もらったんですよ。でも私は貫突しました。その結果、妖精の円月輪貫突してないと、イーグルデビルが残っちゃうんですよね。うん、時々見かける枠なんで、こいつは別に2パンできなくていいじゃんっていう方もいると思うんですけど、でも妖精の円月輪も貫突するとしっかりこのイーグルデビルまで、2パン確殺、まあほぼですけどになっていると。なんでほぼ確殺かというと、妖精の円月輪の後の物理は必中なんですけど、妖精の円月輪自体が必中じゃないんで、ここ外してしまうと残ってしまう敵もいるんですけれども、基本的にこの2本で時々枠まで2パン確定。まあ、さらに、次に、メタルキングの剣が、控えておりますので、相手があまり見かけない枠、めったに見かけない枠、そしてメタル枠、この3つどれが来ても、3パンで格殺のところまで決定していると。4体目のプニプニ肉球ロットはもう全然動く余地がないようなパーティー。これね、もう最高に気持ちいいです。はい。今後の攻略は、しばらくね、私の動画はこのパーティーのみで構成されると思ってください。本当に汎用的かつ、まさか、狩りのパーティーとボスのパーティーが同じパーティーで成立するなんてめちゃくちゃ興奮しております。ということで、このパーティーのね、実際本当に2パン狩りできるのかとお見せしながらね、今日、夜生放送を久しぶりにやっていきたいと思いますんで、よかったら宝の地図の情報お待ちしております。宝の地図の狩りもね、ほんと楽しいんだけどね。ほんと楽しいんだけど、やっぱ14章のモンスターの心は14章周回じゃないと取れない部分もありますんで。まあ、私はね、比較的今までのモンスターの心は揃ってるということで、14章を周回していきたいと思っております。ということで、ガチャです。お金使って、実際使って強くて嬉しくて、またガチャを引く意欲が出る。いい、この循環になってきました。ありがとうございます。ということでね、まあ、昨日からね、このタクトとか、筆もね、カウンターもつけたことで、つけた途端に恥ずかしがって出てきやせんや、あの光のタクトと、小生のね、筆ペンは。昨日の流れそのままに、ね、まだ期待値よりちょっと引き負けてるということを意識しつつ、改めて、引いていきましょう。まあ、武器ちょっと引き弱だけど、その分防具がバランスよく引けてるから、むしろ全然いいところまで、来ました。本当にこんなに気持ちが変わるのかと、ドラクエウォークについてこんなに前向きになるかぐらい、気持ちが流行っていて、やばい気が来たー。もうね、昨日ね、朝2時ぐらいから、
寝ようかなと思ったけど、やっぱちょっとこれ2パン狩りパーティー完成するかなとか、ボス戦でどうかなとか、2時間3時間ね、ちょっとドラケモーク寝落ちするまで久しぶりにいじりましたよ。こんなね、ドラケモークをやりたくなるね、気持ちにね、なっても本当に久しぶりなんで、銀河の剣貫突の効果はマジですごいです。行くぞ、さらに、今日だぞ、ほら行くぞ、ほら、はい、じゃあ、こっちじゃなかった。あれ、あ、もう一個あったっけ、虹。失礼しました。ふぅ、改めて、今日もお願いします。今日もお願いします。頭はいらないところかな。まあ、一番の外れか、残念ながら。せめてね、頭当たりじゃん。上が外れて、頭当たりー、個数を把握してない男。頭も4つ目取れました。あとは盾ですかね。はい、もう銀河系軍団を作るには、これ必須ですから。あ、全然当たりです。あ、この外れたと思ったところから俺の勘違いで当たりだったのも嬉しい。もうすべてのことが俺に向けて祝福してるように感じる。ありがとうございます。何これ。幸せで痺れる。幸せで痺れてしまう。まだちょっと武器卑怯なのに、これはいけない精神状態なのか、それともこのまま浮かれていいのか。俺はもう十分苦しいんだ。俺はもうね、お前。まあいいですよ。このね、金ピカもなんか心がね、踊ってると祝福を私に与えてくれるように思えるものですよ。2個目はいらないけどな。ということでね、王者の盾もね、なんかちょっと頭角を表してきておりますが、ピックアップ以外は頭角を表さんでで。武器はね、今日1本引ければ十分ですから、1本引いた時点でもう勝ちですよ。さあ、スラミチ。来る来ない、でもいけます。もう昨日スラミチなしで散々武器出しましたからね、もう自信がついてますよ。いったります。ほーい、嫌な予感すんな、嫌な予感すんな、これ。あー、なんかロトの印ついてんだ、かっけえな。嫌な予感すんな。まあいいです、まあいいです。いける、落ち着けよ。全然いける。昨日のリズムで全然いける。全く問題ない。もうすでにね、今日頭1個出てるしね。あと武器1個出れば、もう欲しいとこ2部位でもその時点で勝ちまでありますよ。お願いします。はい。いつでもいいよ。はい、出ちゃって、やっちゃって、つらみち、いつでも出ちゃって、やっちゃって、つる。すいません。浮かれすぎてますね。浮かれてるぞ、やっぱり。何が新規言ってんだよ。浮かれてるよな。いや、でもほんとね、あのズボラパーティーの完成、マジで嬉しいです。ないからね。雑魚狩りも、ボス戦も、同じパーティーで賄えたことなんて、ドラクエウォークの歴史で今まで。円月輪も、銀河も、両方とも貫突して、ようやく、到達する高みってところがね、運営さんやってるんだよ。こうやって貫突しなきゃできないことを毎回運営さんが仕込んでくるから、こっちはそれへの信頼で課金しちゃうんだからね。もう運営さんへの信頼の課金ですよ。もう、掴まれちゃってんだから。なんか俺の心の大事な部分。なんかもう、このゲーム貫突してたら裏切られないんだよなーみたいな。あるんだもん。実際今回もありました。円月輪ね、バフ武器だから貫突する必要ないってコメント欄でいただきましたけど。ねえ、それを、超越した気分ですよ。超越の手巻き。ありがとうございます。課金してたら報われるゲーム。それがドラクエウォークであったりもします。かといってね、ハイ課金者が14章でドヤるだけじゃなくって、みんながね、自分の持ってる属性武器に合わせた宝の地図で最適狩りをしつつ、今までね、取れていなかった心もちょうど出るような地図をね、まさに自分では最高効率っていう地図を探して、レベリングするのも楽しいっていう、いや、本当にやってくれましたね。拍手を送りたいと思います。ということで、参ります。こんなんあったの？これ何これ？アクセサリーでいいよもう、これ。こんなんあったんかよ。うわ、めでたそうな外観してんのにめでたくねー、これ。書生が寄ってきてる。書生の足音が聞こえるよ。書生の足音で鳴らすんじゃないよ。まだまだいける。まだある。武器一本。とりあえず武器一本。昨日みたいにポンと。昨日みたいにスラミチ出してもポンと。ね、スラミチありならなおさらポンと。一本出しましょう。お願いします。どうかお願いします。今日はダメなのかい。結局、下げて上げて下げるのかい。もうそんなバラエティの常識みたいなのいらないから。てか常にマイナスでいさせんのはやめた方がいいよ。
結局ずーっと期待値マイナスで今まで過ごしてて、今も期待値マイナスで過ごしてんじゃん。一回期待値からプラスにした方がいいって。この後俺を地獄にもう一回突き落とすとしても、一回期待値超えた、イエーふーって言わせた方がいいって。絶対その方がいいって。頼むって。今日は浮かれさせようよ。今日は浮かれ、何これ、二連続銀世界は許さないかんな。くそ、なんとか行こう、くそ。あー、なんかこの浮かれてる時に10連目で適当なピックアップボーグが出て、その後何も弾けない流れ俺知ってるんだよな。知ってる、これ知ってる。いやでもこれいつもと同じようにならないでくれ。まだ100連目のピックアップ確定もあるし、何よりもポンと出るから、昨日ねポンと銀が出ることは証明してもらったから、今日も200分の1ぐらい弾けるだろう。200分の1ぐらいとかなっていけるよ。いける。スラムチ来い。来ちゃい。なんなら来ちゃい。スラムチ。来ない。虹変われ。虹変われ。変われ。変われ。よし。よし。いや、いけるんだよ。2個ありゃいけるんだよ。それは。全然2個ありゃいける。スラムチ出なかったとしても20分の1ぐらいで武器出ますから。今ならなんならね、盾でもいいですから。全然弾けますよ。10分の1、2発なら。10分の1、1発目。来い。来い。来い。まだ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 心折れねえぞ。昨日の超大当たりが俺の心を強くしてくれてるんじゃ。来い来い、クソ、お前初戦でも揃ってんじゃん、お前初戦全身揃ってんじゃねえよ、お前いっぱい初戦出したから今回は防具全身コップさせときましたじゃねえんだよ、俺。初戦なぁ。まあいい、ちょっと心折れてる場合じゃないぞ。大丈夫。ピックアップ確定あるから、ピックアップ確定あるから、ラスト。いける、いける、絶対いける。今日もいける、今日もいけるよ。いける、いける、いける、いけるぞ。いっぱい出ろ、いっぱい出ろ、いっぱい出ろ、いっぱい出ろ。よし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 。次の宝箱出てちゃえ、こっちで出ちゃえ。いける、いける。いける。いや、もうこれは本当あれだろ。砂道出てるんだから。もう10、14分の1でいいと思うよ。これは14分の1。当たるだろ、14分の1なんで。初世ビンゴした俺なら、引けます。喧嘩盾です。引けます。頭ふさふさしてるやつ。引けないのか。引けないのか。期待値超えさせてくれないのか。いや、期待値追いついたと思ったらつかの間。今日700連終了時の期待値8本ですんで、これ1本引いてね、これ最後で武器引いて、ようやく期待値また食いついていけるんですよ。ここで引けないとまた期待値に引き離される。はぁ、いや、ここだぞ。引き離されんな。ようやく追いついたんだよ。今マラソンで苦しいながらも諦めずに走り続けて、ようやくトップ集団に追いつきかけてるんだよ。ここ一番苦しいとこだぞ。大丈夫。引ける。追いつけ。一回追いつけ。引き離されねえぞ。ここで引いてようやく、まだトップ集団の最高位だけど引き離されねえぞ。いけ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 。いったれ、いったれ。いったれ、いったれ。いけ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 、しょー、離されねえぞー。